の透かし籠を作りたいと思います。少ない材料で大きな籠を作ることができます。間が空いてますのでね、材料が少なくて済みます。では作ってみましょう。このように細長く切った広告のチラシですね。光沢のあるタイプです。これを角っこから斜めに巻いていきます。そして巻き終わりのところはボンドで留めます。これ、はい、このくるくる棒ですね。はい、くるくる棒を片手に4本、片手に5本持ちます。クロスさせて5本のうちの1本を曲げて縛り付けるように、4本と5本の束を縛り付けるように巻きます。短くなったところに継ぎ足しをして、さらにもう1周2本ずつ束にして広げます。1本のところができるので、ここに芯を足します。芯をくぐらせて編んでいきます。縦芯と縦芯の間隔が広くなってきたら増し芯をします。2本1組で芯を足します。最後の1組だけは増し芯をしないで置いておきます。全部してしまうと偶数になってしまいます。縦芯がそうすると交代交代に、上下上下交代交代に編むことができなくなりますので、奇数のまま置いておきます。はい、そこができたので今度は壁を立ち上げていきます。縦芯を立ち上げて上に向かって編んでいきます。
外側から内側へ差し込んで終わります。ここでこの縦が芯が短くなっているところは継ぎ足しをします。2本1組の縦の芯の横に2本セットの芯を足していきます。全部の芯の横に2本ずつ足していきます。次に差し込んだ芯をこのように隣の芯とクロスさせていきます。ここで編み芯を作ります。長くつないだ芯を半分ぐらいのところで折り曲げます。折り曲げた芯をクロスさせた縦芯にかぶせて芯をクロスさせながら編んでいきます。帯ができたら留めておきます。別に幅はね、好みで決めたらいいですけども、ここらで留めておきます。はい、次にまた芯をつないで長い棒を作ります。はい、半分ぐらいのところで、ね、こう折ります。隣の芯とクロスさせて芯をクロスさせながら編んでいきます。しっかりしたのにしたければ、もうちょっとね、この帯を太くしてもいいと思います。端っこを内側へ差し込んで終わります。
きた方向の後ろ向きですね、後ろ向きに向いてる方を曲げましょう。ここへ差し込んで止めますので、ちょっと長すぎる部分は切ります。地上にねしていきます。同じようにアーチを作って一周したところです。ここでまたくるくる棒をつないで編み芯を作ります。そして編み芯をクロスさせながら編んでいきます。させて縦芯を挟みます。はい、また巻き終わりは外側から内側へ差し込んで終わります。次に縁を留めていきます。縦芯を倒して隣の芯から外へ出します。はい、全部の芯を外側へ出しました。今度は内側へ入れて終わりです。隣の芯の外側から内側へ入れていきます。最後に外側から内側に差し込みます。よいしょ、はい、編み終わりのところで差し込んで完成です。